リンリンハローパラレール、リンリンパラレルのリントです。はい、最近連日上がっているであろうサバンナモニターの、シェフィーさんのお話。最近ね、シェフィーさんのカルシウムの補給として水アボを入れといてみたんですけど、2日ぐらい置いてたけど食べなかったんだよね。でね、ピンセットからだったら食べるんじゃないか説というところで、ちょっとピンセットで揚げてみようと思います。あ、やっぱりピンセットだと反応するね。はい、どうぞ。食べにくそう。この子下入っちゃったね。ちょっと新しいの。はい、やっぱりピンセットからだったら食べるっぽい。ちょっと食うの下手だけど。なんかあれでしょ、また下に落としたでしょ。はい、どうぞ。はい、はい、どうぞ。食べたわ。おきえさはダメなのかな、この子。もしかして甘えん坊さんですか。それ無理じゃない、ね、多分金無理で、この隙間はあなたの口入らんよ。あとあれかな、やっぱりピンセットで毎日こうやってあげてるから、ピンセットからもらうものはご飯っていう感覚があるのかな。で、飲み込むのが下手なんだよね。やっぱりこう噛み砕いた後の飲み込みが下手っぴね。はい、どうぞ。やっぱりそういうことか。君はおきえさんはダメなんだね。まあ、そもそもおきえさだと餌と認識してない可能性もあるってことですね。この感じでいくと。ちょっと。噛みついた後下手なんだよな。それ取れないと思うよ。これ。私の髪の毛。はい。
事下手だよね。ねえ、食事下手じゃない？はい。うん、そうそうそう、そのまま飲み込めばいいの。それ全然一口で飲めるんだよ。うん、そのまんまとそのまんま飲みな。諦めた。完全に諦めた。やっぱりな、そういう感じか。ピンセットからだと食べる。おー、あーっと、はい、これピンセットでつまむのむずい。あー、また落とした、ごめんね。ピンセットだと食うのね。君、お消えさの概念はなさそうだな。食べるわ。よいしょ。理解したよ、より一層君のこと。お客さんも食べるもんだと思って入れてみたけど、前食べてたしと思って入れてみたけど、もうお客さんの概念はこの子の中でないらしい。でも全然減らなくてねって言ってたのに、今めっちゃ減ってるんだよね、こうやって。であげることを慣れたから、この上とかであげて見たら中に入ってるの食ったりする。興味なさそう。飽きたんだ。そして、はい、あ、気づいた。え、もう飽きたね。食べる？食べるならあげるよ。やっぱり君あれなんだね、ピンセットから食べたい人なんだね。気づいたけど、そっからはだって食べてないもん、ね、全然ね。落とした。
完全に飽きた。うん、君にはお消えさの概念がないということが分かりましたよ。前普通に置いといても食べたから、今回カルシウムのね補給用に水あぶを買ったから、この子たちというかシェフにあげてみようと思ったんだけど、うん、ピンセットなら食う、でもそれ以外は食わんみたい。よいしょ。あと珍しい子だねやっぱりね。あ、ちょっと怒った。うん、あ、やだ、今ハンドリングのタイミングじゃねえと。ごめんよ、今はやめておこう。怒ってる時にね、あんまりあのフクロモモンガちゃんたちは怒っててもね触った方がいいんだけど、この子たちはね怒った時にそのまま触っちゃうとあんまりよろしくない。その怖えもんっていう覚え方をしちゃうからね、テロアタックが減らなくなる。おとなしくなると思います。あー、ダメだ、おとなしくならないね。ほらシュシュ言ったでしょ。この子噛みつきはないからあれなんだけどね。よいしょ。でさっき取り出した石戻しとくわ。当てがたくた。今石戻したいだけよ。はい、だぞ。はい、って感じです。うん。一個学んだよ。シェフィーさんはもう、お消えさという概念がないらしい。これは、これ硬いままだから、これちょっと水分含ませて、レオパたちがね食べるのレオパにあげようかなと思います。はい、ということでね、この子たちというかシェフィーの特性が分かったよというお話になります。やっぱりピンセットから食わんかったか。うん、ピンセットから食うと、いや、ピンセットからしか食わんか。お消えさの概念はなかったか。いや、まさかお消えさの概念がないとはつゆ知らず。で、今、ある程度、まあ、ある程度って言っても、1個と、モニターフィード1個と、水あぶを何匹か食べただけだから、そんなにお腹いっぱいにはなってないと思うんだけど、まあまあまあ、でも、カルシウムの不足の解消ができたなら、できるならいいかもしれない。ちょっとおやつ感覚でね。あ、自分でバスキングしに来た。はい。ということで本日はシェフィーさんの特性が分かったよという動画でございました。はい、よろしければチャンネル登録高評価、お願いいたします。そして各種 SNS 様々やっておりますので、よかったらそちらも見てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで以上リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上リントでした。バイバーイ。